使徒言行録、使徒言行録、使徒言行録は、新約聖書中の一書。新約聖書の中で、伝統的に四つの福音書の後に置かれる。使徒言行録は、新共同訳聖書などで用いられる古称で、他にも多くの日本語名がある。戦前の日本語訳聖書では、プロテスタントによる文語訳聖書、明治元分け、大正解約が、使徒行伝、使徒行伝、 の故障を用い、日本聖教会約聖書では、聖使と行実、聖使と行実、カトリック教会のラゲ分け聖書では、使と行録、使と行録と呼ばれた。戦後では、まず聖教会が戦前と同じ日本、聖教会約聖書、聖使と行実の故障を現在まで用い続けている。一方プロテスタントでは新しく作られた、候補約聖書では引き続き、 使徒行伝の故障が得られたものの、公補訳聖書の翻訳方針に反発した、福音派の人々による、新海訳聖書では、使徒の働きと訳された。その後カトリックとプロテスタントの双方により訳された、共同訳聖書では、死の宣教、新共同訳聖書では、使徒原稿録と呼称された。カトリック教会で用いられる聖書では、バルバロ訳聖書やフランシスコ会。 約聖書分冊版では、ダゲワケと同様に、使徒行録と呼ばれていが、分冊版より後に出た。フランシスコ会約合冊版では、新共同訳に合わせて、使徒原稿録の故障が用いられている。その他のキリスト教の教会で用いられる聖書では、現代約聖書で、初代教会の働きと呼ばれる。また、教会の礼拝で用いられるわけではないが、岩波文庫約聖書、 塚本とラニアックでは、使徒の働としている。エホバの証人の新世界約聖書では、使徒たちの活動としている。第1巻の、ルカ福音書と第2巻の使徒原稿録合わせて、ルカ文章と呼ばれている。使徒原稿録の内容は、一口で言えば、キリスト教の最初期の様子である。特に二人の使徒ペトロとパウロの活躍が中心に描かれている。さらに、 エルサレム教会と初期のユダヤ人のみのキリスト教コミュニティがコルネリウスの洗礼を経て違法人、非ユダヤ人の間へと広がっていた様子が記録されている。本文によれば、使徒原稿録はルカによる福音書の続編として聖書自身の証言と伝承によればルカの手で書かれたものであるという。どちらもテオフィロ、ギリシア語で、 神を愛する者という意味なる人物に検定されている。もともとは一冊の書き物だったという説もあるが、現代の研究者たちが遡れる最古の資料の点では、すでに、ルカによる、福音書と、使徒原稿録は別々の本になっていた。使徒原稿録はこの時代に書かれた作品としては他に、類を見ない非常にユニークなものであり、初期キリスト教の研究は、本書なしには成り立たない。 また、パウロの書簡集も、首都原稿録の存在によって価値あるものになっており、首都原稿録なしに、パウロの手紙を読んでも理解できる部分が多いことを、忘れてはならない。また、初期キリスト教の発展を記す貴重な文献ではあるが、その限界も明らかである。本書は、エルサレムに誕生した原始キリスト教会の地中海を、半時計回りに主にパウロによって広げられる過程を、 いているが、パウロ書館に注意するとキリスト教の発展は、多くの人々により、多方面から行われたことが明確である。一例を挙げるならば、本書の関心は、ローマ帝国全土に展開する様子を描く子にあるが、ローマ書を読めば、パウロ以前に帝国の首都であるローマに教会が誕生しており、パウロの関心は、ローマに住むキリスト教徒に、自らの信じる、福音を伝えることにある。 実際に、エジプトのアレクサンドリアにはかなり早い段階で、有力な教会が建設されており、エルサレムからアフリカへの布教活動が相当に活発であったことは確実であるし、エチオピア方面への南化する展開も確実である。また、使徒マタイに、インド伝道の伝承があるが、東方への展開も考えるべきであるが、これらを記録した文献は現存しない。 今後の新資料の大発見の可能性もゼロではないが、現存資料からキリスト教の多方面にわたる発展を描く試みは、初期キリスト教研究の大きな課題である。使徒原稿録の構成とルカ書の構成には共通点が見られ、ルカによる福音書はローマ帝国の人口調査に関する記述から始まる。物語はイエスが故郷ガリラヤを出て、 サマリアからユダヤへ行き、エルサレムで十字架にかけられるところへと展開していくが、そこで復活し、昇天して、栄光を受けると結ばれる。首都原稿録は、これと交互するかのように、エルサレムから首都の活動が始まり、ユダヤからサマリアへと広がり、やがてアジア地方を経て、ローマ帝国の中枢に至るという構成になっている。このような文章の組み立てを、 キアスムス構造、X 字構造、交差法という。キアスムスでは構成の中心に位置する部分が重要なのでこの場合は、中心にあるエルサレム及びイエスの復活と点が著者にとって最も重要なものであることを示している。このような使徒原稿録の地理的展開は、冒頭におけるイエスの言葉であらかじめ示されている。つまり、あなた方はエルサレムだけでなく、 全ユダヤとサマリア、さらに全世界に至るまで私の承認となるという記述である。これがエルサレム、1章5章、ユダヤとサマリア、6章9章、全世界、10章28章という、首都原稿録における物語の前の展開に対応している。また、首都原稿録は、ペトロとパウロという二人の使徒の活躍が中心であるが、ペトロの活躍、 一章から十二章の部分とパウロの活躍、十三章二十八章の部分で全体を二つに分けることができる。使徒原稿録は二世紀初めにはすでに存在していたことが他の資料から確認できる。少なくともマルキオンの活躍した時代、百二十年から百四十年に存在していたことは間違いはない。またポカルポスやアンティオキアのイグナティオスの書簡からも、 使徒原稿録の存在が伺われることや、使徒原稿録十三章二十二節の記述と、コリントンの信徒への手紙一十八章一の引用をする、編八十九、二十が、本来の紙幣にはない、同じ文章であることが偶然ではないと考えられる。ことなどから、使徒原稿録は九十六年には、ローマで百十五年までには、アンティオキアとスミルナで広く読まれたことが明らかである。 成立時期が70年より前ということは考えにくい。ルカ福音書の序文はイエスを直接知る世代がすでに減っている事実をこのめかしているからである。研究者たちの間で最も可能性が高いと言われているのが80年頃である。75年から80年の間に成立したという説の支持者もいるが、70年から75年という説はほとんど支持されない。 使と原稿録には、フラウイウス・ヨセフスの著作との共通点があることから、著者はヨセフスを参照していると指摘する者も,もいるが、それが正しいとすると100年以降の成立になる。使と原稿録が他の記録で言及される最古の例は177年を待たなければいけない。使と原稿録がどこで書かれたのかというのは、未だに答えが出ていない問題である。 伝承ではローマあるいはアンティオキアで書かれたとされていたが本文からはローマ帝国のアジア属州のいずれかおそらくエフェソス近辺という可能性が伺える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。